チャー、中地。ピッチャーは中地、背番号31。そして本日の先発ピッチャーは中地玲也、背番号31。アンパイアは球審西澤、塁審は一塁川上。ランナーいないときとっていうとき、全然違うから、はい、セットポジションの練習もちょっと増やしてやっていく、はい、いう流れだった、最初の、セットの方が多いから、お父さん、大丈夫だな、明日チェックして、朝見て、ランニングして、チェックして、お父さん。1軍での初登板でしたけど、はい、心境としては今どうですか？いや、最初はまあ昨日、まあ、緊張っていうわけではないですけど、まあ、いろいろ考えながら過ごして、はい、今日はやっぱ試合投げるっていうのもあって結構気合も自分の中で入ってた部分もあって、それが空回りしなくて
抑えれたのが本当に良かったです。先輩方から声かけられたりって何かありました？いや、もう本当ベンチ終わった後もみんな声かけてもらって、まあピッチャー陣も終わった後声かけてもらいました。今日の登板で収穫と課題というところではどういったところですか？はいはい、まあ、やっぱりでも自分が投げたいボールは積極的に投げられて、もう抑えれたのは収穫だと思うんですけど、まあ、やっぱランナー2塁出て3ボール3つ続いたんで、まあ、クイックだったりそこら辺はやっぱりまたこれからやっていかないといけないなと思ってます。鳴り物応援だったり、はい、声出しの応援が解禁されての登板だったと思うんですけど、はいはい、そのあたりはどうでした？いや、もう本当に今までこういった音楽だったり、音楽っていうんですか、応援だったりはあんまり経験することなかったんで、なんか新鮮でちょっと聞いてて楽しい部分もありました。それはこう集中力が集中できないとかではなくて、ちょっと楽しいなと思いながら。そうですね、集中が途切れるとかでは全然なかったですね。あと故郷の読谷、そして今日思い出深い茶谷での登板はどうでしたか？いや、もう本当に沖縄の人だったり、まあ、いろんな人、自分の知り合いだったりも見に来てくれてると思うので、まあ、そこでいい結果見せられたのかなって思ってます。一軍で過ごす期間がありましたけど、はい、その期間ってどうでした？いや、もう本当にいい選手いっぱいで、はい、もういろんなことが勉強になって、はい、自分にいいあれを取り込めたのかなと思ってます。なんか驚いたこととかありますか、一軍の先輩方と一緒に？いや、もう本当最初来た時からみんなフレンドリーに接してくれて、はい、もう本当にやりやすい環境でやらせてもらったなと思ってます。一軍で、まあ、結果失点という結果でしたけど、現状次の目標というところではどういったところが勝利してますか？まあ、今日は2回だったので、はい、まあ、抑えられたのかなっていうのも少しあるのも、まあ、これから長いイニングになった時にもっと、まあ、球の、まあ、質だったりは上げていかないと、まあ、打たれることもあると思うので、まあ、そこは今から少しずつですけど練習していけたらと思います。1ヶ月キャンプ、はいはい、見守ってくれたファンの皆さんにメッセージいただけますか？いや、本当に1ヶ月沖縄でキャンプ、いろんな人の声援も受けて自分頑張ってこれたと思うので、はい、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。細川ですかね。練習も本当によくやってましたし、まあ、現に結果もホームランもオープン戦練習試合含めて3本ですか、まあ、素晴らしい、なかなかうちに足りないものを、ね、持ってる選手ですから、まあ、非常に期待はしております。キャンプも全て終わりました。1ヶ月を終えてのご感想をお願いします。そうですね、まあ、1ヶ月でだいぶチームにも、少しずつ溶け込んでこれたのが、僕の中では一番かなっていうふうに思っているので、まあ、名古屋戻っても、もっともっと、溶け込んでいけるように、そして結果も出せるように頑張っていきたいなっていうふうに思います。どうですか、やっぱり最初は緊張感もありましたか？そうですね、ま、新人に戻ったような感じで、結構緊張していたので、だいぶちょっとそれリラックスしながらできるようになったかなっていう感じです。一つ決めて立浪監督からキャンプ MVP というチームの一人にソファー選手の名前が挙がりました、はい、いかがですか？
そうですね、まあ、こういうふうに、しっかりアピールすることもできて、まあ、そういうふうに言っていただけてとても嬉しいですし、まあ、今後もっとオープン戦入ってくる中で、しっかりアピールできるように頑張っていきたいなと思います。大丈夫だな。明日チェックして、朝来て、ランニングして、チェックして。